ください。テーブルの上にずらりと並びました。すごいですよね。美味しそうです。美味しそうですね、はい、香りもすごくいいんですけれども、うんうん、実はあの私こちらにドーンと並んでいる山菜梅肉香、うん、台湾で何が好きって聞かれたら一番最初に浮かぶぐらい大好きなお料理なんですけど、あつこさんも、うん、そうなんですよね。そうなんです、大好きです。そう伺って、うん、今日は台北でよりすぐりの美味しいお店を探しました。ありがとうございます。実は山菜梅肉香っていうのは、うん、中国大陸の東北の方 の、うん、あの郷土料理なんだそうですけれども、うんうんうん、そこの本場の方が作られている山菜梅肉香、そしてその東北、中国の東北の郷土料理をずらりと、うん、並ばせていただきました。はい、すごい。ちょっと私も台湾で見たことないようなお料理も結構並んでるんですけれども、うんうん、そうですね、何が気になりますか一番。これ気になりますか、うん、これは水煮牛肉といって、中に牛肉が入ってるんですけど、見た目すごく辛そうですよね。これ何ですかね。これはあの炭素猪肉、うん、つまり名前で言ったら酢豚のような。酢豚、はい、でも酢豚の形状も全然違いますね。違いますね。ぜひぜひ食べてみてください。はい、でもそんなに絡まってる感じじゃないんですね。ね、あ、うん、なんかサラッとしたスープなんですね。本当酢豚って言えばねっとり、うん、こう黒くて ね、うん、絡まっているイメージですけど、じゃあ食べてみましょう。食べてみましょう。はい、すごい薄切りなんですね。うん、うん、美味しい。ちゃんと酢豚の、本当だ、見た目は白いけど、うん、酢豚の、味が。いただきます。うん、甘酸っぱくて美味しい。本当だ、酢豚だ、うん、酢豚だ。甘酸っぱい、うん、なんかあっさりしてますね。そうですね、うんうん、揚げてある面積が結構広いから、結構こってりかなと思ったら、うん、軽いですよね。軽いですよ ね、うん、このソースもサラサラしてるから、うん、うん、おいしい。何気になりますか。これかな。これ、うん、私もこれなんだろうって気になってたんですけど、なんでしょうね。これこっち持ってこようかな。これあれなんですよ、あの下にナスが隠れているそうなんですよ、うん、色合いがめちゃめちゃ綺麗ですよね。すごい、うん、これニンニクですかね。これ全部ニンニクですね。すごい、日本の方からしたらちょっとびっくりしちゃいますよ、うん、このニンニクの量。 しかもこれきっと生ですよ。生ですね。生ですね。生ですね。大好きです。どうですかニンニクは。好きです。大丈夫ですか。うん、大丈夫です。なんか半分は混ぜて、半分はそのナスとくるんで食べるみたいな感じ、うん、でやるんです。ちょっと混ぜてみてもいいですか。はい、もちろん。混ぜます。わー、おー、すごい。あ、おいしそう。ぎっしり。うんうんうん。すごい。すごい。すごい。おいしそう。こんな綺麗な料理が。綺麗な料理が。うん、ね、ナスの紫も混ざって、さらにカラフルになりましたけど。うんうんうん、いかがですか。ありがとうございます。お願いします。これは元気になりそうな。見るからにね。見るからにも。うん、ニンニクもたっぷりで元気になりそうな感じですね。ではいただいていきましょう。いただきます。はい、うん、ニンニクが効いてますか。うん、効いてるけどよく合う。うん、このナスは素揚げしてあるんですかね。そうですね、油で揚げてます。うん、もうニンニクとパクチーの香りがすごく、うん、いいですね。合いますね。合いますね。ナスとこんなに合うなんて。しかも冷菜っていうか、そんな暖かくなくって、うんうん、ペロリと、うん、私これ一皿ぐらい食べれるかもしれない。おつまみでもおかずでもって感じ。おいしい。おいしい。そして、うん、混ぜない ところを自分で好きなものをトッピングして食べるのもありだそうです。なるほどね。美味しい。うん、
初めて見ました。台湾じゃやっぱり見ないですよね、うんうん、普通ではないですね、中国大陸の東北のお料理だそうです。うん、そして、うん、こちらのお店に来たらみんな必ず頼むのがこちらのキャンパンラーピーというお料理だそうです。サラダのようなこの透明なのは一体何でしょう。取ってみましょうか。取ってみましょう。はい、あ、プルプルしてます。プルプルしてますね、うん、豆腐も入ってますね。乾数が入ってる。何だろう。あ、白菜だ、うん、白菜と小豆腐といろいろ混ざって、いろいろ混ざって、ちょっと上のピーナッツとかも一緒にちょっと一緒に食べたいですね。すごい。どんな状態なんだろう。じゃあ混ぜて。いただきまーす。うん。おいしい。なんかこのチュルチュルが食感がいいですね。うん。本当このプルプルのスルって入る感じと、うん、白菜とキュウリとかの野菜のシャキシャキが楽しいですね。楽しい。ちょっと進まる、うん、箸が止まらないかも。本当これ食べたらもう食欲倍増な感じの前菜ですね、うん、本当に、うん、おいしい。結構辛そうですけど、唐辛子がすごい。でも香りが、あ、すごい香りがいい。うん、いっぱいスパイスが入ってる香りがします。牛肉の、うん、好き好き好き、いただきました。うっとりして好きって言いましたね、うんうん、これ結構研究したくなる味じゃないですか、うん、したくなりました。教わりたいと、うん、山椒の香りがすごい、うんうん、すごい、ちょっとピリピリってしびれます、うん、もう食べた後に香っただけで、うん、すごい、うん、いただきます。あ、後に辛いかも、うん、思ったより辛さはガンと来ないけど、後から来ません。しびれるしびれる、まあまあってしびれるって、うんうん、いうのが後から喉の方に、ね、ここの辺きますね。きますね。でも嫌な辛さじゃない、うん、本当美味しい。え、こんなに油に使ってる感じなのに、うん、油っぽくないです ね、 ね、火鍋の辛さともちょっと違うかも、うん、違いますね、うん、やばいですね。サイドメニューからしてもうメインのこの存在パイ濃厚に期待が高まりますけども、本当本当ね。まずは山菜バイローゴーといえば、うん、タレを作っていきましょう。タレいつもどういう風に調合されますか。タレ、私は、うん、これきっとニラですよね。これニラです。これはあのごまの中にウルが、うん、入ってるんですね。これが好きです。あ、これが好き。大好き。これがね、絶対外せないですよね、うん、外せないですよね。でも全部混ぜますね。全部、うん、辛いのラー油も入れますか。辛いのちょっと入れます。ほんのちょっとかな、うん。こちらがこのお店のブレンドだそうで、はい、ちょっとどうぞ混ぜて、お好みで、はい、混ぜてみてください。じゃあ最初にこれを混ざっていきますね。ピンク色のウールを結構自分でも多めにとか、うん、入れます、うん、結構多めに入れます。うん、この味があんまり日本では口にしたことがなかったの で、 そうです、ね、このお鍋を食べた時に、え、このピンクは何って、初め見た目はちょっとびっくりしたんですけど、うん、食べたらその味に、いや、虜になって。確かに日本では、うん、なかなか形容しがたい
ものですよね、うん、フールってなんか何かに変えられるようなものじゃないですよね、まあ、沖縄の豆腐用に豆腐用か、うんうん、な感じでも少し違うかなという気もするけども、うんうん、あんな感じですよね。確かにあのまま口に入れて、うん、なんか日本酒とかでそうそうそうおつまみになりそうな感じですよね。うまみが凝縮されていて、シャンツァイはたっぷり。ごめんなさい、ついちゃった。もう全然全然、はい、私もたっぷりたっぷりが好きです。大丈夫ですか、足りますか。大丈夫ですよ。半分ももっと取ってもいいですよ。はい、じゃじゃーん、混ぜ混ぜしちゃう。そしてあ、いい香りやっぱり研究者的な。あ、クンクンしちゃうんですね。結構何でも食べる前にクンクンしちゃうのを発見しました。そっか、初めて食べるものにその興味がね、もう研究者目線な感じですよ。あんまりよろしくないと思うんですけど、クンクンしちゃうんですよ。そう、クンクンしちゃう。クンクンしてください。思う存分思う存分そうなんですよね。私もいつもたっぷり具も何でも入れるんですけど、うん、やっぱりパクチーもね、足りますか。大事です。大丈夫ですか。もうちょっと入れようかな。じゃあ、かー、ありがとう。全部パクチー全盛りで、全盛りで、はい、盛り盛りです。タレができました。はい、ということで、それではいよいよメインの山菜梅道具をいただいていきましょう。まずはやっぱりスープからじゃないですか。お願いします。スープ入れます。はい、もうね、なんもうすごい煮立っているのが、もう、うん、スープを見るだけで旨味が凝縮されているのが分かるぐらいなんですけど、どうぞいただきます。おいしい。よかった。やっとさんの目が飛んだ瞬間にキラッと光ったの、はい、見逃しませんでした。おいしい。よかった。しっかり酸っぱい香りがします。あ、うん、しっかり酸っぱいですね、うん、いいです ね。でちゃんとエビもいろいろ具材の旨味が詰まって、うん、美味しい。美味しい。じゃあ食べていきましょう。はい、いただきましょう。このジュンジュンファアスレナグサが入ってる、うん、山菜梅道具は初めて見たんですけど、うん、そうですね、私もそう、初めてかも。これ女性にいい、うん、鉄分が多いんですって。鉄分が多いんですか、うん、いただきます。いい味、うん、しっかり油も旨味が凝縮で、ね、おいしい。で続いてはやっぱりタレもね、タレ美味しいですよね。タレが欠かせないですよね、うん、この調合をみんなでしに行くのも楽しいですよ ね。好みの配合を変えたりとかして、うん、何回も味の変化を楽しめるのもいいですよね。シャンサイ追加とかね。そうそうそう、何回も私山盛りにします。いつも私も山盛りにします。うん、うんうん、そう、このフルのフルのフっていう感じがいいですよね、うんうん、あ、本当だ。この油は全然辛くないんですね。辛くない。ラメン通りね、やっぱ入れた方が香りが確かに立ちますね、うん、じゃあ私はこの梅肉白肉をはいタレにつけて、いかがでしょう。もう私いくらでも食べれちゃいそうです。この鍋っていくらでも食べれますよね、うん、本当に何なんだろうって思うぐらい続けて食べたくなる。よし、行ってみよう。どうですか。うん、おいしい。おいしい。笑っちゃった。魅力自慢インターワー。
では数ある火鍋いろいろ種類ありますけど、うん、どうしてこの山菜バイロゴが一番好きなんですか？台湾に来るまでは知らなかったんですけど、はい、台湾に来て酸っぱい白菜の鍋があるよって友人から聞いて、うん、食べに行った時はちょっとびっくりしたんですよ。え、本当に酸っぱいって。でもその酸味となんかこう、はい、魚介とか肉の旨味が溶け合った味がなんともこう美味しく思って、もう一度食べた時にはこれ大好きって思いましたね。確かにこの酸っぱいお鍋って本当に日本人の人にとっては結構衝撃的ですよね、うん、お鍋で酸っぱいって。しかも本当に酸っぱいですよね。本当に酸っぱい。だから食べてみるまで想像がつかなかったんですよ、うん、どんなお鍋なのかなって。そうですよね、うん、そう、その山菜でこのね白菜を漬物にしてあって、しかも本当に酸っぱく漬けてあるんですよね、うん、これがやっぱりポイントですけど、そうですね、これを鍋に入れるっていうのがやっぱ日本にはない発想ですよね、うん、ないですね、うん、お漬物を鍋ってあんまりないですよね、うん、やっぱ日本だったらお漬物はなんかご飯と合わせてそのまま食べるとか、そのまま食べるとかですよね、お茶漬けに、うん、お茶漬けにするとか、うん、なんだろう、高菜とかだったらねチャーハンにしたりとかもしたりしますよね、うんうん、高菜漬けでも、ね、そんな感じですよね。そうですよね。だからこの酸っぱい白菜を鍋と合わせて、うん、鍋を酸っぱくしちゃうっていうのを多分日本の方にお友達とか連れて行ったらびっくりするんじゃないですか。びっくりしますね、うん、もうすごく好きなので、うん、日本から友達が来たら大体もう連れて行くんですけど、はい、みんなびっくりしますけど、でもみんな美味しいって言います。あ、そうですか、うん、初めて食べた時の衝撃もまだ覚えてますか？覚えてます、覚えてます。初めて食べた時は、はい、まあ、こういった形のお鍋で、そのお鍋自体もすごく素敵だなと思いました。あの炭を入れてね、この形、そうですよね、うん、この形がもう本当に山菜バイロゴといえばっていうお鍋ですよね、うんうん、伝統的な、ね、お鍋ですよね。この円の真ん中に炭が炭火でずっと燃えてて、うんうん、ずっとグツグツしてるんですけど、そうですよね、この煙突で火加減を調整するんですね、うん、そうみたいです。こうお店の方が通り際にパッと閉めたり開けたりしてこう空気の量を調整してくださって、うん、いつもグツグツ、あとスープもね足してもらいますよね。そうですよね、なんかびっくりした。具材とかありますか？珍しい具材とか。あのこれジューシエかな、ヤシエ、ヤシエか、うん、入ってるのって、あ、でも入ってるところもありますね、うんうん、でも日本に行った時は私知らなかったんです、この食材食べたことなかったんです。ヤンシェね、うんうん、ヤンシェも日本にない食材ですもんね。初めて食べた時はこの食材はちょっとあんまり意味がわからなかったんですけど食べてるうちに、うん、なんて合うんだろうって、ちょっと辛いお鍋だったり、あとこういったタレに合うなって思ったらもう好きになりましたね。でヤシェって味自体はこれにはないじゃないですか、うん、だから何色にでも染まれる、私鍋界の超名脇役だと思ってるんですけどそうですよね、はい、この酸っぱいスープ、その酸っぱい白菜とも溶け込んで、うん、溶け込んで、いやこのタレともものすごくよく合います、うん、でもやっぱりそれだけお好きだったら、うん、家で作りたいとか思って研究されたりしましたか？家で作りたいと思って、うん、友達に、台湾人の友達に聞いたことがあるんです。だからよく作るっていうので、え、うん、お家で作れるんですか？お家で作れるって、この鍋もお家にあるのかな？お鍋はないです。普通のお鍋でね、普通のままで、うん、なのでじゃあ教えてって言って一緒にまず市場に行って、はい、で漬物はやっぱりそのなんだろう、中国の東北の雑貨とかを預かっている、うん、その時は南面しーちゃんの中のところで漬物を買って、はいはい、であとは薄いこのバイローですね、はい、お肉を買って、うんうん、あとジャンの材料を買って、はい、あとベースはなんかもう前の日のスープの残り、うん、まあ、鶏のスープでも豚でもその彼女は何でもいいのよって、うん、お家のそのスープの出汁というか、それと漬物とその漬物の漬け汁も一緒に入れて、あ、うん、漬け汁も入れてるからこんなに酸っぱいんですね。やっぱり入れました。このお店はどうなんとちょっとよくわからないんですけど、でも確かにこれスープだけ飲んでも結構相当ちゃんとガツンと酸っぱいから、
漬け汁入ってる感じがする、ね、そう全部入れると酸っぱすぎるけど少しは必要っていう、うん、あとは、まあ、好きな具を入れたらいいのよってやっぱりタレはいろいろ揃えましたけど、はい、うん、やっぱフルーから、そうフルーから、あとここのごまのペーストがいいよとか、やっぱり台湾の皆さんそれぞれ自分のこだわりの調味料とかありますよね、はい、うん、そうか、ごまはここ、そう、フルーはここ、これはここ、ラー油はここ、うん、それぞれ皆さ ん, なんか自分の家のお気に入りとかあるのでそれを教えていただいて、はい、あとさっきのニラのペーストみたいのも、はい、まあ、瓶でこう売っていたりし て, てです、ね、うん、それを紹介してもらって、でも家ではまだ作ってなくてつい食べに行ってしまうので、あ、そうなんですね日本に帰ったらきっと食べられないから作ろうと思うかもしれないです ね, そうですね、いつか帰ったら食べれなくて悲しい、日本で食べれなかったらもう台湾まで私絶対飛んできちゃうと思います、うん、これを冬に食べないなんてもう私8年住んでるからありえないです、もう知らない頃には戻れない感じです確かに夏でも美味しいですもんね、うんうん、夏でも食べちゃったりするんですけど、そうですよね、うん、一人でフラッと行ったことはあるんですよ、どうしても食べたくなって、はい、一人でフラッとその一番好きなお店とかに行った時は、うん、あ、ダメダメ一人じゃん、二人以上で来なさいって返されましたやっぱり一人、まあ、ミニ鍋だったら良かったのかもしれないんですけどね、うん、そのお店こういうの、この、ね、専用の鍋だとどうしても一人分にはなかなかしにくいっていう、まあ、食べる気満々で残ったら持って帰るでもいいやと思って行ったんですけど、うんうんうん、断られました、しょぼーんって帰ってきた、そうなんですね、でも一人でも食べたいぐらい大好きっていう、一人でも食べたいぐらい大好きどんどん食べてください、はい。